トウモロコシのキセニア現象植物におけるキセニアは、受精植物の種子と果実に対する花粉の現象である。この現象は、次世代への花粉による寄与とは別のものである。この用語は1881年に、植物学者のビルヘルム・オルバース・ホッケによって、種皮や花皮を含む母体組織への影響について研究するために、提唱されたが、当時は、廃入は、 母体組織でもあると考えられており、この用語は排入の影響と密接に関連するようになった。後にメタキセニアという用語が作られ、純粋に母体組織への影響を表すのに使われることもある。外来種の例の一つは、トウモロコシでは個々の花粉粒を介して対立遺伝子を分配することによって異なる色を作ることができることである。このようなトウモロコシの保軸は、 装飾目的で栽培される。最もよく知られているキセニアの例の一つは、個々の花粉粒を介して、対立遺伝子を分配することによって、トウモロコシに作り出すことができる、様々な色である。このようなトウモロコシの保区は、装飾目的で栽培されている。トウモロコシ種子の大部分を占める、排入組織は、母植物によって生産されるのではなく、受精の産物であり、 花粉によって運ばれる遺伝的要因はその色に影響を与える。例えば、黄色の種子を持つ種は、劣勢の対立遺伝子によって決定される黄色を持つかもしれない。優勢対立遺伝子である紫色の種、劣勢対立遺伝子である黄色の種を、それぞれ一部持つ、紫の種子の品種から花粉を受けると、それによって得られる方は、黄色と紫色の種子を持つ。 もろこしの排入で影響を受ける品質には、でんぷん質、甘み、ワックス様、そしてその他の側面がある。北部排部種系の熟した果実果実の内部で形成される種子の活力は、果実自体の成長に影響を与える。例えば、果実が非同調的に成熟する2つの植物種では、種子の多い果実ほどを早く成熟する。 遺伝子組み換え作物由来の花粉に関する懸念があるため、有性不燃型、特にトウモロコシについて検討されている。そして、受粉を確実にするために、有性年生の非 GM 植物を GM 作物と共に育てる必要がある。ある場合には、二つの系統間の遺伝的際に、起因するキセニア現象が観察され、それは、穀物収量を増加させ、 このような混合物中で有性不燃植物を成長させることを経済的に実行することができるようになる。ありがとうございます。